西暦2174年、バフラム軍は強大な軍事力で火星を制圧。バフラム軍の支配が進む中、人類の未来はオービタルフレームジェフティを覚醒させた一人の男に託された。最強の名を挙げる2機のオービタルフレームジェフティとアルティス。その宿命に導かれるように戦士たちはそれぞれの思いを胸に戦場へと赴く。切る、撃つ、掴む、圧倒的なスピードで繰り広げられる人類の運命をかけた戦い。重力から解き放たれた操作性はまさに未確認浮遊快感。今、覚醒の時。ハイスピードロボットアクション、アルビス、ゾーン・オブ・エンダーズ、2月13日発売。コナミ。